今は昔、人々は闇を恐れていた。吸血鬼、狼男、ゾンビ、幽霊、国によって形は違えど、人々は闇の住人を恐れつつ、つつましやかに生きてきた。しかし現代、戦争、テロ、大量破壊兵器、人為的ミスによる大惨事、毎日のように起こる殺人事件、人々が恐れるものはいつしか闇の住人ではなく、人そのものになっていった。これはそんな現代社会を地獄に落とすべく立ち上がった英雄たちの物語である。この滴る鮮血、矢は肌に突き刺さる牙の感触、なんと甘美な味わいだ。溢れ出る生命のエキスが我が肉体に染み渡る。全身に力がみなぎってくる。ああ、押し寄せる快楽の波、最高だ。このイワシという小魚は、彼の名はバルバトーゼ。かつて若くして暴君と恐れられた吸血鬼族の帝王だったにもかかわらず、今は魔界の刑務所地獄でイワシごときに酔いしれている。そんな主の姿を見て、人狼族の執事フェンリッヒは今日も賛美の言葉を紡ぐ。さすがバルバトーゼ様、どんなに惨めで過酷な境遇にもめげずに立ち向かうそのポジティブなお姿、我が主にふさわしいものでございます。知っているかフェンリッヒよ、イワシは DHA や IPA、 EPA にペプチドまで含まれている安価で理想的な食材なのだぞ。それはつまり、血液サラサラや生活習慣病の予防のみならず、脂肪を燃焼させる効果をも期待できるということである。地獄に来てからというもの、安月給ゆえに毎日食してきたイワシがこれほどの潜在能力を秘めていようとは、人間どもがもたらす研究成果もなかなかどうして侮れんものがある。今の俺は全身栄養満点のイワシでできていると言っても過言ではなかろう。そう、これは進化だ。かつての暴君と評されていた時以上に俺の体は確実に進化している。それを対価とお考えにならないところが我が主バルバトーゼ様の恐るべき力。ところで、さらに進化を促進すべくもう一匹いかがですか、バル様。ほほう、これはまたずっしりと脂が乗っていてうまそうなイワシではないか。ん？だがこれは、おや、どうかなさいましたか。またしてもたばかったな、フェンリヒオ。このイワシに仕込んだであろう人間の血を。さすがは我が主、またしても見破られてしまいましたか。当然だ、吸血鬼の嗅覚侮るでないわ。くだらない約束のせいで吸血鬼のくせに人の血を吸うのをやめ、魔力を失った我が主へのささやかなるプレゼントでございます。約束を破るのがお嫌だとのことでしたので、気づかぬうちに口をつけてしまえるよう配慮したのですが、お気に召しませんか。何度言えばわかるのだ、誇り高き悪魔であるこの俺が約束を破ることなどありえんと。元来約束とは悪魔にとって崇高なもの、古では契約と言ってたな。魔力を失い
魔界の刑務所に落とされようとも、何一つ緩むことのないその古き良き悪魔感、呆れを通り越して心より感服いたします。バルバドーゼ閣下、全プリニー揃いましたので、そろそろプリニー工場へお越しください。そこのプリニー、今のセリフ復唱してみろ。俺はただ工場にお越しくださいと。愚か者めが、ゴビノン巣が抜けておるぞ。プリニー心得その1、ゴビには必ず巣をつけること。そうでしたっす。ごめんなさいっす。今さら遅い。貴様はレベル1からやり直した。プリニーの仕事レベル1、それはすなわちトイレ掃除のことである。プリニーの基本さえ覚えられないとは、この地獄に送られてくる人間どもの魂の質は日に日に落ちる一方ですね。だからこそこの俺がやらねばならぬのだ。この地獄に落ちたあの日、プリニー教育係として再起を誓ったのは、それが俺の使命だと確信したからだ。実際には魔力を失った挙句、なりたくない職業ナンバーワンのプリニー教育係になったというのに、素晴らしい記憶の改ざん。どんな苦境、逆境も立ちどころにポジティブなイベントに変えてしまう。我が主ながら恐るべき力です。やはりあなた様はプリニー教育係などで収まる器ではございません。いつの日かこのフェンリヒがあなた様。行くぞフェンリヒよ、シスムの時間だ。第1話、地獄の反逆者。
罪を犯した人間の魂は死後地獄送りとなる。魔界の刑務所である地獄に送られた魂はプリニー工場でプリニーへと加工される。プリニーとなった魂は地獄で徹底的に教育を受けた後、魔界あるいは天界へと出荷される。そして生前の罪を償うべく、それぞれの職場で超過重労働に勤しむのだ。詰まっておるな、プリニーども。我が命に従い、みっちり詰まっておるな。オス・ツモティウス！いいだろう、聞けプリニーどもよ。今日がお前たちにとって地獄最後の日となる。お前たちは死に、そして地獄に送られた。なぜだ？罪を犯したからず。そう、罪を犯したクズだからだ。その口の利き方すら知らなかったクズどもに教育を施したのは誰だ？バルバトーデカッカス。そうだ、俺はお前たちをいつ魔界に出荷しても恥ずかしくないプリニーに鍛え上げた。今日は待ちに待った出荷日だ。これから死に物狂いで働き、金を稼ぎ、そしてその罪をあがなうがいい。消えな。イワシパワーを見せてやろう。行くぜ！神よ。覚悟しろ。
しパワーを見せてやろう。覚悟しろ。腕が鳴るぜ。行きますです。神よ、俺についてこい。よっしゃ。